ジュール・ジョゼフ・ル・フェーブルによる絵画、貝が朝顔の花をつけた妊婦。個人像。イーブリンド・モーガンによる1884から1885年の絵画、貝がドライアド。デモーガンセンター所蔵。ドリュアスはギリシア神話に登場する木の精霊であるニュムペー。複数型はドリュアです。ほぼ同一の存在にハマドリュアスがある。英語では、ドライアドフランス語では、 ドリアードといい、日本ではこちらの読みでもよく知られる。ヒンドゥー教などに登場する木の精霊もギリシア神話の妊婦の名を借りてこう呼ぶことがある。多くの妊婦と同じく町名であるが、ドリアスたちの場合、自らの宿る木が枯れると共にその命を閉じる。このためドリアスたちやギリシアの神々は、木の精霊に敬意を払うことなく木を傷つける人間を懲らしめるのである。 ドリワスたちは普段は人前に姿を表すことは滅多にないが美しい男性や少年に対しては緑色の髪をした美しい娘の姿を表し相手を誘惑して木の中に引きずり込んでしまうことがあるというそこで1日を過ごしただけで外では何十年何百年もの時が経過している場合があるその起源はインドヨーロッパ五族やケルト族のドルイド文化の中では 多くの木と密接に関係している。ギリシア人は彼らより、昔の人々は多くの好みを食べていたと想像した。女性をかたどった神殿の柱は、そのような建築に使われる前はその実を食べていた、様々な木々と関係している。主なドリアスたちに、オルペウスの妻エウリュディケイや、ダナオスの50人の娘、ダナイスたちの母の一人であるアトランティエがいる。ありがとうございます。